この動画には以下の要素が含まれています。それでも平気な方はゆっくりしていってね。どうもゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回も大の大冒険のキャラクター紹介、やっていこうと思います。それで、今回はどのキャラクターなんだ？最近コメント欄に、男ばっか紹介してるじゃん、という意見が寄せられていて考えました。はい。中央遊撃隊隊長、中。男じゃん。いや、これは厳密にはオスと言うべきです。その厳密がどうとか言うなら、ボラホーンもガルダンディもオスだし、フレイガードやシグマは性別関係ないでしょ。それで波中編、行ってみよう。中の初登場は単行本13巻。大の力に耐えられる剣を求めて訪れた、ロモス王国武術大会です。覇者の剣、という地上最高クラスの剣が、武術大会の賞品になっていました。世界が大魔王軍の侵攻にパニックの中、なぜ剣士以外も多数出場する武術大会の賞品に、覇者の剣、なんて貴重なものを据えたのか。確かに、大をはじめに勇者として認めたロモス国王ですから、大の手に入るようにしてくれてもよかったな。この覇者の剣、覇者の冠といい、オリハルコン製の装備が国宝のロモス王国は、もともとはすごい国だったりしたんでしょうか。って、話が逸れてしまいましたが、中はこの武術大会に出場する選手の一人。え、モンスターがですか？もともとは村で暴れる悪いモンスターでしたが、3年前、ブロキーナ老子の手によって改心。その後は、マームと共に修行を積んでいました。も、モンスターが舞踏家の下で修行。それはきっと強いんでしょうね。彼の必殺技は、急速ブンブン剣。その威力は大岩を目立つほどです。それは強い。ですが彼には舞踏家として致命的な弱点がありました。弱点。リーチが短い。動かない大岩相手なら威力を発揮しますが、自分よりリーチの長い人間などを相手にするのは苦手。3年も修行したのに。ですがその修行で、魔王の邪悪な意志を跳ね返すなど、強い部分は確実にあるようです。デルムリン島でも魔王復活の影響で、モンスターが暴れていたりしましたよね。そんな強い意志を持つ中は、自分より圧倒的に強い、超魔生物ザムザにも勇敢に立ち向かいます。モンスターである中は、その本能で、ザムザが圧倒的に強者であることは分かっていましたが、その強い意志で必死に立ち向かいます。でも人間相手に攻撃の届かない中じゃ、超魔生物ザムザに攻撃なんて。ポップが大技を仕掛け、ザムザがたじろぐその瞬間に、大からのヒントを元に編み出した、急速ルクル剣を編み出し、ザムザに大ダメージを与えます。すごい。ちなみに中は、オオネズミというモンスターで、ドラクエにおいては雑魚の部類に入ります。そんな雑魚モンスターが超魔生物にダメージを。その後中はこの戦いの後、第一行を追いかけ、老子の元を離れます。ちゃんとみんなに認められて、考えを改めたのかな。その後は大たちと共に様々な戦いに参加。祈願城による、パプニカ侵攻の際には、魔影軍の鎧兵士の剣を、頭で受け止める気合と頑丈さを見せ、その頃からクロコダインに気にかけられるようになる。同じ獣モンスターとしてのシンパシー、なんでしょうか。その後、クロコダインの狩猟を手伝った褒美として、獣王の笛、という、倒したモンスターを自分の配下にできる、貴重なアイテムをもらう。倒した相手を味方に、すごいアイテムだな。それによって様々なモンスターを部下にして、獣王遊撃隊を結成します。見るからに中より強そうなんですが。そして大たちがハドラー親衛騎団と戦っている間、中は遊撃隊と共に死の大地の偵察を行います。敵の拠点にこんな弱そうなメンツで。そしてマリンスライムのマリベイの活躍により、海底の魔球の門を発見しますが。こいつはハドラー親衛騎団ビショップ、フェンブレン。明らかに勝てる相手じゃない？中も逃げの一手を選択しますが。フェンブレンの得意な呪文は、バギ系呪文、逃げることは叶わない。そんな。しかし、そんな中でも、中は遊撃隊のメンバーをかばい続けます。中。そのど根性っぷりは敵のフェンブレンが称賛を与えるほど、こんなにかっこいいやつだったのか。しかし、その力の差は歴然で、中やゴメちゃんの抵抗も虚しく終わる。そう思われた瞬間でした。何者かによってフェンブレンが撃退され、中たちは一命を取り留めました。何者か。こうまで醜いものだとはな。強者が弱者をいたぶる光景というものが。結果的に中は一命を取り留め、バーンパレスの門が海底にあるという、重要な情報を勇者側にもたらしました。かっけえ。その後、遊撃隊のメンバーは徐々に増えていき、物語終了時には14名にもなります。すごい王女隊に。
そしてバーンパレスに突入する大たちを守る、地上での人間対魔界の魔物の攻防戦では、ズタズタヌンチャクを手に魔界の魔物を圧倒。本当に圧倒しているんですかね。チュウのすごいところは単純なパワーや体力じゃなくて、この底知れぬ精神力、なんでしょうね。正義は加圧。これがモンスターのセリフなんだから面白いですよね。そしてチュウは最終決戦の舞台、バーンパレスにも突入。ハジャの呪文が発動してるからモンスターは弱くなるのでは。チュウやクロコダインのように、正義の心を持つモンスターには効果がないようです。これも精神力の強さの一端ですかね。そしてバーンパレスにてさらなる隊員、ハドラー神鋭機団ポーン、ヒムを補充。絶対チュウより強いですよね、この人。そういう強さとかを凌駕する器の大きさ、それがチュウなんですね。ただのゆるキャラだと思ってたのに。しかも戦いの最中には、瀕死のヒュンケルをかばうなど、ただ見えっぱりで自分勝手な大ネズミは、どこに行ったのやら、という感じでした。ただのモンスターですらこんな感動する存在に変えてしまうとは。戦いの後は、中央遊撃隊と共に、デルムリン島にいるところが描かれていました。それでは、チュウが隊長を務める、中央遊撃隊のメンバーを紹介します。お願いします。1号、パピラスのパピー。中央の笛で最初に仲間にしたモンスター、空の移動などで活躍。2号、ゴールデンメタルスライムのゴメちゃん。大の友達がいつの間にか隊員に。3号、マリンスライムのマリベイ。海底調査などで役に立ってくれます。苦戦したんだな。ここからはいつの間にか仲間になっていました。4号、オオアリクイ、アリババ。5号、トロル、ドルヤス。6号、アルミラージ、ラミタ。7号、ドラキー、ドナドナ。8号、グリズリー、クマチャ。9号、ハンターフライ、バタコ。10号、ダイオウガマ、ダイゴ。本当にいつの間に、って感じだったな。力持ちのクマチャがグレートアックスを持ったり、空を飛べる奴はバーンパレスへの突入に貢献。あれ、何もしてない奴いませんか。11号はチュウの師匠でもあるブロキーナロウ氏。最終決戦を前にフードをかぶって合流。ふざけてるんですか。大真面目です。12号はバーンパレスで強引に加入させられた、ハドラー神鋭機団オリハルコン兵士、ヒム。紛れもなく地上でも最強クラスの戦士です。チュウがヒムに投げる言葉、スコです。そして地上での攻防戦で仲間にした、バーラック。敵対していた魔界のモンスターも手なずけるとは。順番的にはヒムより先でしたけど、ヒムが12号なので13号、14号になるんですかね。そして先代の獣王である、クロコダイン。先代っていうことは2代目はチュウなんですね。自称、ですけどね。でもクロコダインからは、大物になる、器がでかいなどと高い評価を受けています。そして勇者一行との関わりですが、兄弟弟子のマームには武闘家としてすぐ追い抜かれ、なんとなく色目を使ってる様子がありました。そして出会った時の印象の悪さから、ポップに対しては悪態をつくことも多くありました。ポップは弱いながらも敵に向かっていく姿勢に、昔の自分を重ねてチュウを評価していますね。ということで、中央遊撃隊隊長、大ネズミのチュウでした。この底知れぬど根性感は、石崎くんを思い出します。なんだかんだで日本代表なところも、最終決戦の場にいるチュウと似てるかもしれませんね。それで、次のキャラクターは決めてるのか。冒頭でも言いましたが、お前紹介するの男ばっかだな。って言われてしまったので、次は女性キャラの紹介、をするかもしれません。そこまでの言われ方はしてませんよ。それではご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。